ヒョウモンオトメイは、トビエイモク、アカエイカオトメイ属に属するエイ。太平洋西部とインド洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布している。胎盤幅は1.8メートル。尾を含めた全長は3メートルに達することがある。尾は長く、胎盤幅の2倍近くに達することもある。体には、ヒョウによく似た、臨場の反問が多数あり、和名の、 氷紋や英名のハニカムはこの模様に由来している。おとげには毒があり、刺されると激痛に襲われる。これまで氷紋乙トメイと呼ばれてきた魚は、実際には数種が混同されている可能性があり、今後数種に分けられる可能性がある。太平洋西部とインド洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布。フランス領ポリネシアからオーストラリア北部。 東南アジア、台湾、インド、航海、南アフリカまでの海域で記録がある。日本では沖縄近海で生息が確認されている。沿岸の砂で域やサンゴ礁周辺の砂底に生息。時には川口から寄水域にも侵入する。食用とされることもあり、乾燥させたり塩漬けにした後に利用される。一部の地域では骨も利用されたり、皮が財布、帯、 靴などに利用されることもある。本種を対象とした漁業、及び本格などにより、生息数が減少し、特に東南アジアで漁獲圧が高いとされる。沿岸域を好むため、マングローブ林のエビ用食場設置、都市開発などのための伐採、塩田開発、汚染などの影響が懸念されている。日本国内では2014年末時点で、チュラウミ水族館や海遊館、 すま海浜水族園、京都水族館などで飼育されている。ありがとうございます。